俺に任せとけ。できたぞ、持ってってくれ。仕上がったぜ。できたぞ、持ってってくれ。しっかり使ってくれよな。どうだ、悪くないだろう。仕上がったぜ。じゃあまたな。お前の命使わせてもらうよ。これでギーブルの餌は確保できたな。次はどうする？道すがら惑わし草を取っていきたい。黄昏門の方に向かおう。行くぞ。よっ。ありがとう、アンブロシア。惑わし草はこの辺りで見つかるはずだ。黄色い葉が特徴なんだが。これが惑わし草か。ああ、それだ。その葉をよく揉んで自分の体にこすりつけてくれ。ああ、わかった。ひどい匂いだ。青臭くて最悪だろ。だがこれこそがギーブルの花を惑わせる。奴にとっては樹林にありふれた匂いだからね。こいつで俺たちの匂いを消すというわけか。こらえてくれ。水さえ浴びればすぐに落ちる。次はいよいよ奴の縄張り、山道遺跡に行くぞ。餌はどう使う？
ギーブルの痕跡を見つけたら近くに仕掛けよう。そこで奴が来るのを静かに待つ。この鋭い鍵爪の跡は間違いない、ギーブルのものだ。どうやらこの辺で獲物を探しているようだな。ここに餌を仕掛けるとしよう。わかった。なかなか姿を見せないな。大物狙いの狩りってのはそう簡単にはいかないものさ。狩りについてお前から学ぶことばかりだな。私も父の真似をしているだけで誇れたもんじゃない。前にギーブルを飼った時なんて魔法でねじ伏せただけだしね。族長自らが危険を冒して戦うなんて大したものだよ。己の才を生かして助け合う、それが水の民の流儀だからさ。そういうあんただって同じだろ。見知らぬ赤ん坊のために命を懸けるくらいだからね。友人の影響かもな。あの人は苦しんでいる人を見つけたら放っておけない、そんな人だった。どこか手段に似ている気がするよ。私はそんなに立派なやつじゃないよ。必死なだけさ。静かに、近くに気配がする。奴がギーブルだ。出番のようだな。ああ、行くよ。逃がさないよ。
確かに手強い相手だったな。ああ、激しく轟く激流のようだった。まずはこの魔物を弔おう。こぼれ落ちた命の水よ、天へと昇り再び生まれ来るために海へと注がんことを。お前の命、無駄にはしない。新たな命を育むため、大切に使わせてもらうよ。さあ、里に戻ってヤミラに舌を渡そう。あたしらの帰りを心待ちにしているはずさ。シュラ様、傭兵さん、ご無事でしたか。ギーブルの舌を手に入れたぞ。こいつを使ってくれ。ああ、これできっと姉の具合も良くなるでしょう。本当にありがとうございます。他にも手伝えることがあれば遠慮せず頼ってくれ。ええ、お心遣いに感謝を。早速癒し手に薬を作ってもらいます。助かったよクライブ。ヤミラの姉も赤子らもきっと健やかになるだろう。本当にありがとう。気にすることじゃないさ。むしろ俺の方こそお前たちに礼を言いたい。なんだい改まって。お前がこの里で見せてくれた水の民の生き方は俺たちが目指す世界のように思えたからさ。人とベアラーの隔たりなく皆が助け合って生きていく、そんな世界は決して幻想じゃないと強く励まされたよ。そう言ってもらえると族長としては嬉しいものだ。喜びも苦しみも分け合い、互いに支え合う。きっとそれが俺たちのあるべき姿なんだろうな。だからシュラ、これからはもっと自分を大事にした方がいい。長であり戦士だが一人で背負い込みすぎだよ。ワレアスと一族の皆と何でも分け合って生きなきゃな。肝に銘じておこう。これからも俺にできることがあれば手を貸そう。互いに支え合う友としてな。ありがとう。感謝するよ我が友クライブ。様が解放されたネプト岬。やはりここは彼に任せるべきだな。シュラ、何かあったのか。ずいぶん難しい顔をしているぞ。いや、そう深刻なことじゃない。ちょうどあんたに聞いてほしいことがあったんだ。
私たち水の民には赤ん坊の誕生を祝う巡り水の儀という儀式があってね、一族へのお披露目も兼ねて皆でワレアスを祝福したいのさ。あの子にとってはやっと動き出した人生だからな。この儀式は両親と立ち会い人が執り行うもので、本来族長である私が立ち会い人を務めるんだが、里の総意もあって私は今回母親役を担うんだ。それで立ち会い人を誰に任せるべきかと考えていたのさ。族長の代わりか、大役だな。それなんだが、私はあんたに任せたいと思っている。ワレアスを救った恩人を差し置いて他にふさわしいものはいない。どうだろう、立ち会い人を務めてくれないか。ああ、喜んで引き受けよう。ありがたい、感謝するよ。ところで父親役には当てがあるのか。私の弟にやらせる。ちょうど今儀式の用意をさせていてね。お前に弟がいたとは。姉と同じくしっかり者だろうな。まあいい機会だし紹介させてくれ。そうだな、集会所の前で待っていてくれるか。ああ、わかった。待たせたね、クライブ。やあ、シドの旦那。お前はあの時のダスククリスタルの売人ファミルだよ。感動の再会だってのにそりゃないぜ。あんたたち知り合いだったのかい。ああ、ダスククリスタルを調べていた時にいろいろあってな。しかし、まさかお前が水の民とは。ああ、あの時は髪を染めてたんでね。なかなかいい変装だったろ。にしても俺の方こそ驚いたぜ。姉貴が雇った傭兵が俺のよく知るシドだなんてさ。そうか、前にあんたを助けた凄腕ってのはクライブのことだったんだね。弟の恩人だとは気づかず礼が遅れた。改めて感謝するよ。それもこれもちゃんとあんたが説明しないからだよ、ファミル。こんな時まで説教かよ。それよりも今は巡り水の儀だろ。言われてみればそもそもどんな儀式か聞けていなかったな。赤ん坊の額に祝い水の雫を垂らして誕生を祝うのさ。その様子を里の皆が見守る。祝い事に水を。水の民らしくて素敵ね。儀式に使う祝い水の支度にも昔からのしきたりがあってな。立ち会い人を務める者が三つの水場を巡り、それぞれの水を汲んでくるのさ。クライブ、まずはこの祝い水集めを頼みたい。案内役として私も同行する。わかった。さてファミル、あんたは里に残って儀式の支度を進めておきな。任せとけって。それなら僕やジルもここで手伝わせてもらうよ。お祝い事には人手がいるものね。そいつはありがたい、頼んだよ。
さて、岩井水についてだが、山、川、海の3箇所から汲んでくることが肝心でね。山の水はメイデンズマーチの水源地、川の水はリバーズミート渓谷を流れる清流、海の水はテイルウィンド海岸にある岩礁で汲むんだ。水はそれぞれこの小瓶に汲んでくれ。どこから回るかはあんたに任せるよ。支度ができたら出発しよう。片付いたな。ご無事でしたか。ああ、里の近くにいた連中は倒した。安心してくれ。それが安心してもいられないようです。タロールさんの容体がみるみる悪くなっているんです。なんだって。おそらく最主王が呪いの儀式を行っているのでしょう。タロールさんの正気を奪い、己の力とするために。トンベリたちの大移動も無関係とは思えません。もしかすると奴らは呪いの儀式のためにこの山道へ呼び寄せられているのでは。だとしたら奴らの近くに最主王がいるはずだ。見つけ出すなら今しかない。俺はこのまま山道を探す。あんたは里に戻ってタロールを見ていてくれ。ええ、わかりました。お互いに最善を尽くしましょう。ここにもトンベリ族、この山道にどれだけ集まってる。トンベリがやはり儀式へと呼び寄せられて。
最上はどこに？急がなければ。なんて数だ。最上の取り巻きか。どうやら今ので終わりのようだな。あの洞窟、あそこからトンベリ族が出てきたように見えた。調べる価値はあるな。なんだあれは。
最終は始末できた。これでタロールの呪いが解けているといいが、戻って癒してに伝えよう。傭兵さん、待っていましたよ。こっちはなんとかなった。その様子を見るにタロールの呪いも解けたのか。ええ、そうみたいです。タロールさん、こちらへ。お若いの、こたびは本当に助かった。随分と迷惑をかけてしまったようで申し訳ない。すっかり良くなったようだな。だがなぜ人を呪おうとしたんだ。ずっと昔、物資の調達のために里の外へ行った時だ。わしはオリフレムの異端審問官からひどい拷問を受けたのだ。命からがら逃げ出し、以来ずっと忘れようと努めていた。だがお主の剣を見た時、突然奴を思い出して震えが来てな。奴から受けた拷問の痛みと苦しみがよみがえってしまったのだ。それで奴への恨みを首飾りに込め、トンベリどもに捧げた。愚かなことをしたと思っておる。もうオリフレムは崩壊している。ザンブレクも、あんたが呪った相手もこの世を去っていたのかもしれないな。わしに呪いが返ってきたということはそういうことなのだろう。それにしても、見ず知らずのわしのために命がけで戦ってくれる若者が外界におったとは。ありがとう、お若いの。お主はまさしく命の恩人だ。実は傭兵さんが最終王を探しに向かったすぐ後に、その旨をタロールさんにも伝えたのです。するとどういうわけか、みるみるうちに体調が戻ってきまして。どういうことだ。その時はまだ最終王にはたどり着けていない。道中のトンベリ相手に手間取っていたんだ。そんなに早く影響が出るはずはない。配下のトンベリたちをあなたが倒したことで、呪いの儀式に何か乱れでも起きたのでしょうか。あるいはあなたが最終王を倒しに行ったと聞いて、タロールさんの恐怖がすっかり晴れてしまったのかもしれません。病は気からと申しますから。呪いなんてものはなかったとでも言うのか。しかし実際に最終王は呪いの儀式を、いや、考えても仕方がないか。事実はどうあれ、あなたのおかげでタロールさんは救われました。再び呪いに苦しむことなどないでしょう。そうだな、その結果を得られて何よりだ。何を作ればいいんだ。できたぞ、持ってってくれ。しっかり使ってくれよな。
何かあればまた言って。川の水はこの辺りで汲むよ。わかった。流れゆく川の水は命が育まれ生きていくことを象徴する。生きることは流れること。止めどない水の流れ、それは時の流れであり、人の一生を意味するんだ。人の一生か。我安の時もやっと動き始めた。この川の水のようにとどまることなく流れていくんだな。そう、この流れの中にあるすべての水が人の命なのさ。同じ時を生きる一人一人が集まり流れ続けている。つまりね、私も我安も、そしてあんたも同じ川を流れる水なんだ。そいつは心強いな。心強い。ひとしずくの水だけでは何も動かせないが、それが集まり川となれば大岩をも動かす力を持つ。俺たち人にもそれだけの力があるということさ。そうか、そうだな、違いない。これで残りは2箇所だ。ああ、次の水場に向かうとしよう。魔女の墓があるのはこの奥だな。
言っていた魔物か。片付いたな。念のため墓の近くも見ておくか。これが魔女の墓か。お待たせいたしました、クライブ様。魔物を退治していただきありがとうございます。いいぜ。それが魔女の中。ええ、名が刻まれただけの質素な墓標でしょ。先祖たちにとってはこれが精一杯だったそうです。当時はこの地に来たばかりで困窮していたと言いますから。それでも魔女にはこの景色を見せてあげたかったのだと思います。ここから見えるあの遺跡が魔女の思い出の場所なんだな。はい、かつては時の祭殿で働く者たちの居住区だったようです。魔女と共にフリーズを研究する者やその生活を支える者、彼女の護衛を役目とする魔女の騎士もいたのだとか。もっとも水の民がミシディアにたどり着いた頃にはすでに北部人たちは皆去っていたそうですけれど。国を追われた魔女だけがこの地に残り死んでいったのか。そうですね、里に残る昔話ではその通りです。ですが族長と墓守の家にはまた別の話が伝わっていました。曾祖母が若い頃いつものように護衛と共に墓へ参ったところ、ここで大柄な騎士のような姿の男と出会ったそうです。どこから来たのか、何をしに来たのか、彼は何の問いにも答えず、ただ一言、これは誰の墓かと問いかけてきました。曾祖母が魔女のことを伝えますと、彼はしばし沈黙し、時の祭殿を見上げながら霧のように消えていったそうです。騎士だと。まさか。何か気になることでも。実は俺たちも祭殿で騎士のような姿のやつに出会ったんだ。やつはフリーズの要の前に現れ、こちらに剣を向けてきた。そこに残る芝のエーテルを
魔女を守るかのように。もしや曾祖母が出会ったその男が。不思議な話だがありえなくはない。奴から感じたエーテルには魔女への強い思いがあったからな。エーテルによって成した体で芝のために戦い続ける、そんな強い思念がそのまま形になって現れたようだった。残された彼女のエーテルを守りたいという思いが彼を祭殿に留めていたのかもしれません。止まった時の中でか。あなた方が倒したのが魔女の騎士だとすれば、きっと彼はその妄執から解き放たれたはずです。いつか彼がまたこの墓を訪れる日が来たなら、その時は墓守として魔女の隣に彼の名を刻みましょう。それがいい。二人が安らかに眠れることを祈るよ。